本格的な雪のシーズンを前に、青葉区作並で除雪車の出動式が行われました。青葉区作並の作並除雪ステーションで行われた出動式には、東北地方整備局の職員ら26人が参加し、出動体制の確認や除雪車の点検などを行いました。こちらのステーションでは、国道45号線と48号線、仙台西道路の合わせておよそ40キロを除雪します。登場。昨シーズンは凍結抑制剤を撒くための出動が1004回、車道を除雪するための出動が347回あったということです。11月上旬ぐらいには、積雪や路面凍結が観測されておりますので、早めの、冬タイヤの装着の方をお願いしたいと思います。除雪車は来年3月末まで24時間体制で雪に備えます。